はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日の昼飯はこちら、一平ちゃん夜店の焼きそばショートケーキ味、マヨビーがついてますね。それでは早速作っていきましょう。開けたら中のパッケージは変わんないね。ハイジーさんが言ってたのと一緒かな。これ中身パッケージ全部一緒なんだね。ちょっとじゃあここからまた開けてみます。入ってるのは火薬、火薬特製マヨ。この特製マヨがショートケーキ味かな。あとは以上ですね。ソース、ソース別に特別に何か書いてあるってことはないですね。あ、なんかここにショートケーキに入ってるようなチョコチップっぽいのが入ってますね。作り方一緒？火薬はいつ入れるんだこれ。あ、これよく見たら後乗せ火薬です。やっぱりこれ溶けちゃうんだね。すげえ、初めてだこれ。はい、それではお湯を注いでいきます。今から何分だったこれ。今から3分タイマー。目的地は今から3分タイマー。すみません、私今から3分タイマー。3分にセットしました。はい、3分経ちました。じゃあお湯してます。さあ、それでは熱々、ここまでは普通の一平ちゃんで、じゃあまずソースですね。若干いつもより味、色が薄いかな。こんな、あ、なんか油出てきた。油なのかな、これ。ショートケーキ味のシーズニングなのかな。で、後乗せ火薬。やめよ、やっぱやめよ。あ、匂いが甘い。ショートケーキの匂いがする。で、特製マヨですね。ここからビューっと、はい、あとは混ぜたら完成です。混ぜ混ぜします。カラカラ言うな。ちなみに嫁は隣できしめん食べてます。嫁の昼飯はこちら、カカラのきしめんです。おいしいよ、ショートケーキ屋さんで絶対おいしいよ。じゃあ、あ、なんか、あ、ちょっと匂い気持ち悪い。やばい。じゃあファーストバイト行ってみます。このなんかちゃんと具も、なんか具溶けてるこれ。あ、甘い、匂い甘い。いただきます。うん、ダメだこれ。絶対ダメだよ。甘い。なんだこれ、よくこれ商品として出したな。やばい、ね、匂いは本当にケーキの匂いです。食べる。うん、二口目いってみます。うん。むせてるやん。マヨネーズと、ま、ソースと混ざって絶妙な気持ち悪さ。あー、ダメよ。おおおお、嫁が小踊りしております。あー、イライラする味。とりあえず、じゃあ頑張って食べます。って思えば食べれないことも、うん、食べれない。あのガリガリ君のコーンポタージュ味に近いのかな。あ、まあそんな味でした。はい、とりあえず完食しました。今すげえ気持ち悪いです。最低。多分次もう二度と食べることはないと思います。まあ、興味がある方はぜひご自身で食べてみてください。それでは今日の昼飯はこんな感じで終わりたいと思います。失礼します。バイバイ。